高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんコラボ、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、始まったといえば FC ツアーの音重ねもスタートいたしましたね。え、本当に本当に、いや今頃なんかこうほっとしてるのか何なのか、皆さんと一緒にラジオ聞いてるのかどんな状態なのかちょっと想像ついておりませんけどもね。え、いや今のこのね、いや、まあ、まずはね、来てくださった皆さんね、本当に応援してくださってる皆さんありがとうございました。本当にね、明日も一日残ってるよっていう状態と、それからね、まるで終わって、ああ終わったなって方と、でこれから行くよって方ももちろんいらっしゃると思いますけどもね、どんな感じで今この番組聞いてくださってるのかなっていうのがちょっとね気になるところではありますが、いや私の今のこのね、現時点の高橋くんからするとですね、もうバタバタのバタバタの超バタバタのもう極地みたいなところになっておりましてね、もう何を誰と喋ったかも忘れちゃったりとかね、あれそんなこと言ったっけみたいなこともいっぱいポロ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 出てきたりとかして、なんなら今日さっきやっとトートバッグが届いたりとかしてね、サンプルがね、いやーこうなんか素敵なバッグがね、なんだっけこれ、レインボースタートートバッグね、レインボースタートートバッグ ね、虹のようにこう描かれた星っていうね、その意味合いでこういう風につけたわけですけど、デザインをそういう風にしたのでね、皆さんとスタッフ陣とそういう風に考えたんですけど、いや今回のデザインね、まあこのディレクターがね、すごくいいですね、すごくいいですねって、トートバッグ好きな人間なもんですからね、いいですねいいですね、多分これね、ちょうだいって言ってるんだと思います、マネージャーさん後であげましょうねすごいいいね、いいですねいいですねって今まで言われたことないから言われたんで、差し上げたいの、色もいいですね、デザインもいいですね、すごいっていただいたんで、もうしょうがないな、あげようかなって思います社員割引じゃなくてよかったね割引だったら買わないでしょ多分ね。そんで今回ね、ここ名前のねタイトルのところね、あここ音重ねいいですね文字もって言ったんだけど、音重ねって書いてないよここって言いながらねここはアニバーサリーって書いてんだよねみたいなね。いや今回はパッと持った時になんていうのかな、読めなくてもいいやじゃないんですけど、こう読みづらくわざと使ってみようっていうところに僕は今回楽しさを見出してこういうデザインにしておりますんで、どこが N なんだろう、どこが O なんだろうみたいなのもね、手に取っていただけたらね、ぜひ見ていただきたいなというふうに思うんですけども、グッズで言うとね、まあ、バタバタで傘の納品がですね実は遅れたりとかしてて、でリハーサルの時にね、トランポって言ってね、荷物積む車に積もうと思っていたんですけど、そこに間に合わず直接に発送することになったよみたいなこともあってね、まあ、もう本当にうまく開催できてるのかなってね、今こう喋りながらね、当日はぜひ全部丸く綺麗にするっと皆さん幸せで笑顔いっぱいで終わってますようにっていうね願いを込めまして今喋っているわけでございますけども、当の本においをドキドキの最中でございますからね、はい、そんな感じでございます。ということで時間だいぶ過ぎてしまいましたが、行ってみましょう今週のチョロン。さあということでチョロタンはですね、残念ながらなおちゃんがそばにいないのできっと寂しいことでしょう。カメラで覗いてはいますけども、最近ねカメラで覗いていないところでね、カーテンの隙間のところでいるんでね、きっと寂しがってるんじゃないかなね、そう思うと今回ね、このツアーが始まるといろいろね寂しい思いもさせるだろうな、それを知ってか知らずかなんか、ね、もうベタ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 してきてね、で意外とこう達成するまではこうしぶとくいる我慢強い子だったんです、粘り強い子だったんですけど、最近ね何なのかな、ちょっと意外とすぐ諦めるというか、分かったいいよ、うん頑張ってみたいな、なんかすごくできる女みたいになってきましてね、なんていうの、うん、なおちゃんがそういう風に言うんだったらいいよそれで、うん頑張ってみたいな、なんていうのかな、すげーできる女になったあいつということでね、終わったらすぐ帰ってすぐなでなでしてあげるから待ってるんだよということで、1015回目の高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいっちゃみよう。
まずは普通のお便りご紹介してまいりましょう。たくさん来てますね、やっぱりね、FC のイベントの話ね。まずはこちら、東京都ヒロからいただきました、今週末9月2日の、いよいよ石川県で開催初日迎えますね。そうですね、ギリギリ当日までお忙しそうですね。お疲れ様です。お察しの通りでございますね。本当にバッタバタでございますよ、今週のトラメカの時間には初日を終えていらっしゃるんですね。どんな素晴らしい感動のイベントだったのでしょうか。いろいろ想像してしまいます、私も今朝自分が参加させていただく場所の切符を購入してきました、徐々に自分の中でも盛り上がってきています。グッズが届くと気分も爆上がりになりそうです。ちょっと前は初参加で不安がたくさんあったのですが、今はもう早く生直澄さんを拝見したいと思っています。直澄さんのたくさんの思いが詰まったイベント参加できる日を楽しみに毎日頑張って過ごしますということで、いただきました。ありがとうございます。いや、不安よりも直澄を生で見たいが上回りましたからね。そうなんですよ、写真だとほらちょっとね明るくしたりとかいろいろ今できるじゃない。これが生になるとさ、影だと全部影でさ、クマがよりクマになるっていうね。そんなのみんなも一緒だけどね、俺だけじゃないんでね、その辺は勇気を持って臨みたいと思いますけども、過度な期待はしないで生きていただけたらこれ幸いかなと思っておりますので、ね、また楽しい時間過ごしましょうね。とにかくね、レインボースタートオートバッグ届いてね、まあそのバタバタはね、オープニングで言ったんでね、本当にそのバタバタのままで、もう準備することも何気にバタバタしておりましてね、何しろ今回ね、そのなん俺の部屋の大掃除みたいなこともいろいろありましてね、大変なこともいろいろあったりとかして準備してたので、またね、20周年だからみたいなね、だからよく言うんですけども、そのデータものは結構飛んじゃってるので、なかなかね写真とか映像とか出てこないんですけど、なんかないかなってみんなでいろいろ探してみたりとかしてね、なんとかこうね、ちょっとこう20周年記念っぽいところがあるといいなみたいなところもね頑張ってやってるところでございますけどもね。さあ一体どんな風になってるんでしょうか。これから参加される方もですね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思いますよ。もう一つ紹介しましょう。愛知県高見からいただきました、次回のトラメカは石川県参加の直友さんと聞くことができるんですね。それもまた嬉しい。そうですよね。今回直友さんのご紹介で初めましての方々と参加するので、直澄さんでつながる出会いに感謝します。タグさん、マサさんとのスペシャルライブやお食事、そしてファンミーティング、どんなことになっちゃうんでしょう。期待膨らませて会いに行きますね、ってことでね、いただきました。ありがとうございますね。本当にね、よくね、知らない方とはやっぱりちょっと嫌だなみたいなことをおっしゃる方もたくさんいらっしゃるんですけど、結局ね、そうやって相部屋になった方ともう10年のお付き合いですとか、もう何年ものこう長いことお友達なんですよみたいなのはですね、そういう相部屋の方からとかね、いうところからもこうつながってったりする方も多いですのでね、そういうところでね、まあね、直澄さんのことを応援してる人に悪い人はいない、そういうふうに思いたい直澄がいますので、きっとそうだなって信じておりますのでね、皆さんと仲良くしていただけたらなというふうにも思いますし、まあ、逆にね、そういうのが煩わしいなっていう方はもう単品でドーンって来た方が全然それはそれで気が楽なのでね、楽しみ方いろいろだと思いますんでね、とにかく今回はそのターンアライブね、 FC 限定のライブがですね、ライブがとんでもない、とんでもないっていうかね、もう今までにないぐらいえっていう内容だと思いますんで、その辺も含めて楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますね。今石川で聞いてる方はそうでしたそうでしたってきっとね思ってるかもしれませんね、もう一つ紹介しましょうかね。こちら宮崎県のゆかりからいただきました。いよいよ FC イベント音重ね始まる週ですね。待ちに待った4年ぶりの対面に、見た瞬間に嬉しすぎて泣き出すのか、それとも久しぶりすぎて緊張しすぎて初めてイベントに参加した時のようにおろおろして挙動不審な行動に出るか、かっこ笑い。その日になってみないとわからないですけど、かっこ笑い。期待と不安にドキドキしながら参加する日を楽しみに待っています。ドキドキ。朝晩はちょっとずつ涼しくなってきて、秋の足音が、近づいてきたんですけど、まだまだ暑い日は続いて、ライブの時は夏のようなまた熱が上がって盛り上がるんでしょうね。楽しみです。4年ぶりなので体力的に心配だけど、楽しみの方が勝つって言ってますね。僕も楽しみですね。いやー、体力的、まあどんな生活をされてるかにもよるんですけども、思ってたより直澄的にはですね、体力がこのコロナ禍でだいぶ落ちたんだ。今ね、僕ウォーキングしてみたりね、アブローラーね、腹筋ローラーみたいなコロコロ転がしてみたりしてますよ、なんてこの番組でもちょっと言ってますけども、そういうことしてもまだちょっと取り戻せてないなみたいな感覚がやっぱあるんですよね。で、例えばお泊まりの準備一つ、イベントの準備ね、スーツケースにこう詰め込む、パッキングするとだけでも、あれこれ何持ってくんだっけみたいな忘れ物多かったりとか、いろんなことあるんでね、ちょっと早めにね、いろいろ準備してみるのもいいのかもしれませんね。と思いますよ。
さあ、じゃあね、ちょっとね、あの FC イベントばっかりだとあれなんで、ちょっと関係ないお便りもご紹介しようかな。こちらですね、岐阜県のリンからいただきました。あれね、いつもあのお子様の写真をね、あのこまめに定期便のように送ってくださってありがとうございます。なおくん、トラボー、はい、トラボー。息子は夏休みに小学校でお化け屋敷があったり夏祭りに行ったりしました。たくさんの宿題は大変でした。大変でしたっていうのは子供じゃなくてね、リンちゃんの子供、リンちゃんが大変だったわけです。そうですか。あ、これね、あの2通に分けてね、写真をいっぱい送ってきてくれます。もうちっちゃい頃から写真見てますけど、凛々しくなりましたね。なんかね、あのイケメンにどんどんなってきて、いや、これ素敵なメンズになってきましたね。いや、楽しみですね。もうちょっと大きくなってくるとまたね、あのかっこよくなったり、ちょっと人見知りしたりね、あのするんでしょうね。ちょっと反抗期みたいなのが来たりとかね、あのなんて呼んでるのか、お母さんなのかママなのか知りませんけども、うるせえなお袋みたいなこと言ったりとか、いや恥ずかしいみたいな、ちょっとなったりするんでしょうね。いや楽しみですね。もういつお子様のやついただいてますね。こちらはですね、ちくわぶ好きのいくえからいただきました。暑くなると我が家では隣の部屋で夫が2階で唯一エアコンのある私の部屋で一緒に寝るという、ある意味、限定イベントが起こるんですか。素敵ですね。そこに1歳5ヶ月の娘の夜更かしが重なり、なかなか自分時間が持てず、トラメカも聞けず数週間、美容院や通院を理由に、実家にお泊まりに来ているところでして、無事に聞けていなかった回を含めて聞くことができました。ありがとうございます。そうか、ご家族がいるとね、いろいろね、自分時間作るのも大変ですもんね。実家の快適さは絶大ですね。23時過ぎてからのお酒飲みや、ポテコや、バタピーをつまむなんて自宅じゃありえませんからって書いてます。そうですか。先日まで TVK でやっていて、朝やっていました豆柴ちゃんをつけていたら、娘がエンディングになるとテレビの前に行って、踊ってムフッとなっており、それをお伝えしたかったんですということでね、写真が添付してありますね。そうだ、本当だ。エンディングのところで娘ちゃんが体をゆら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 ゆしてね、リズムでノリノリになってますね。そうですか、素敵ですね。ありがとうございます。あの豆島ってね、あのいろんなところで再放送未だにこうされているんですけども、あのまあ関係者の方とか知り合いの方もね、あ、今なおくん出てたよ、なんか聞いたことある声だと思ったらなおくんが歌ってたみたいなことをね、言っていただけたりとかするのでね、僕ね、早くなんかね、できれば新作とかあったらいいのになんて心待ちにしつつ、なかなかねないのかもしれないんですけども、でもね、こうやってね、ずっと愛されてる作品があるっていうのはね、嬉しいなというふうに思いますしね、曲を聞くとその時のこといろいろ思い出すなっていうふうに思いますからね。さあ、ということで今日はですね、このちくわぶ好きのいくえのね、娘ちゃんが好きかなというですね、多分ね、このエンディングの画像を見てこっちかな、どれかなって思いつつ、ちょっとね、おかけしたいと思いますね。ということで1曲お届けしたいと思います。テレビドラマ豆柴一郎風天の柴次郎エンディングテーマ、森岡冷麺で酢豚にパイナップル社会人編。頭下げます、舌出します、これだこれだよ。どうして日本の偉い人、喉元過ぎたら忘れちゃうかな。シャク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 、酢豚にパイナップル、こそこそ食べてくれ、おいしいの。シャク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 、余裕でジャンプ、ラクラク超えたら上の子供なんかがわかるまい、しょげても明日はやってくる。高橋尚澄オフィシャルファンクラブチビエヌ開設20周年記念イベント、尚澄高橋チビエヌ 20th アニバーサリー、重ね重ねありがとう、音重ね、ディナー&ライブの大宴会、声を重ね重ねて素敵な時間にしようね。やりきったわ、充実、うわ、見つけたわ、ジャーティー、充実、ジューシーズ。今週のお題、パラララララ、パラララララ、ラーメンのトッピング、いきましょう。たくさんいただきました。書きやすかったですね、皆さん、ありがとうございます。大阪の清からいただきました。一人ラーメンは問題なくできますが、トッピングを注文するのがなんだかこう恥ずかしい。
恥ずかしいというか近くの席の人に、あ、こいつ分かってねえなとか、このラーメンはこう食べるのがいいのにとか、そんなん思われてたらどうしようと思って注文できずにいた私です。そんなことないのに。そこで私は考えました。食券のところに行けばよいのです。そうと決まれば話は早い。食券のあるラーメン屋に行きまして、思う存分今まで注文できなかったトッピングをたくさん発見しまして、私の考えた最強いろいろマシンラーメンを注文しました。いろいろマシマシしたんですね。すると食券を持った店員さんが全てのトッピングを目の前で大きな声で読み上げました。それを私はと聞くしかありません。私の考えた最強いろいろマシラーメンが運ばれてきて、それをまた店員さんがラーメンとトッピングを言いながら置いていってくれました。いや、確認は必要やもんね。そうよね、これはもう誰も悪くないですね。わかるな、言ってくれるなよって思う時あるよね。確認します、いや言わないで言わないで言わないでって時あるよね。はなんかわかるわねえ、ほんと。いや、ちょっと気持ちお察しします。なんかこうあえてスッと持ってきてほしい時あるよね。なんかね、確認しなくてもわかるじゃんみたいな時あるよね。なんかね、俺ね俺最近ね、ラーメン屋さん行くとラーメン頼まないでまずビールとトッピングだけ頼むことあるよトッピングの味玉とかなんちゃらネギとか、あとなんか辛味なんちゃら味噌とか、なんかチャーシューのなんか切れ端みたいなやつとかを頼んで、それでまずしこたま飲む。そんで気分が良くなって締めでラーメン食べて帰るってことを、なんかね、一人飲みまたは妹と飲んだりとか、あとはこの間植木さんとなんかそんなこともしましてね、なんかずっとコロナ禍になってからそういうことしてないんですけど、なんかね、そういうちょっとした幸せが好きで、なんならもうトッピングだけ食べるってことをね、なんか俺それの時に確認されるんだよ、やっぱ恥ずかしくて、なんかやめてやめて、いい、持ってきてすぐ持ってきて、簡単に座ってんだからみたいな時あるんですけど、ね、ありがとうございますさあ続きましてこちら行きましょうよ。秋田市のみちゃんこらりからいただきました。ラーミングだって、ラーメンのトッピングとラーメン混ざってラーミングだ。ラーメンのトッピングで最近良さに気づいた食べ物があります。それは海苔です。失礼な話なんですが、実は昔はでかい海苔邪魔だなと思ってラーメンが運ばれてきたら真っ先にもしゃもしゃ食べてました。なんですが、海苔で麺やメンマなどの具材を包んで食べるという話を聞いて、なるほどその手があったかと、それ以来はでかい海苔最高、海苔3枚乗ってる最高な状態になりました。トッピング単品で海苔って意味わかんないと思っていたのですが、追加するのもありかもと最近は思っていますっていただきました。なるほど、これ私も最初にブシャブシャブシャって溶かして、で海苔が溶けてくのが俺が好き、味変みたいで好きだったんですよね。だから海苔がこうスープに溶けてって、こう粉々にならない頑丈な海苔あるじゃない、いつまで経っても溶けない海苔、おいって思ってたもんね。なんかおめえ溶けねえのかよってね、スープにつけて食べるだけだったんです。そういう海苔は確かに麺とかも挟んで、なんかそば、なんだっけ、そば寿司みたいな風な、そば寿司のラーメンバージョンみたいにしたらなんか美味しそうだもんね。確かに、やってみようこれ、ありがとうございます。楽しいですね。さあ続きましてこちら宮城県多賀城市ナマステからいただきました。ラーメンのトッピング、定番のチャーシューと煮卵。20代の頃はラーメン屋さんに行けば毎回この2つを追加でトッピングしていました。しかし40代になった今年、それほどトッピングすることはありませんが、煮卵だけは外せません。いくつになってもラーメンが好きです。ちなみに自宅近くの長町ラーメンという名のラーメン屋さんができたので、ラーメンの画像を添付しますといただきました。あら、もう至ってシンプルなラーメンね、器もね、卵も麺もちょっとね、細麺の縮れ麺で美味しそうですね。ただですね、このメールをやったらうちのディレクターが押すんですよ。なんでっつったら、僕この長町ラーメン好きなんですって。なんでなんでっつったら、食べたことがあって、いやー確かに、でどういう風に美味しいのって聞いたんです。そしたら、なんか美味しい何それ伝わらないわいって言いながらね、もう分かる。でもね、シンプルなラーメンなので、何がどうってわけじゃないんだけど、もうとにかく美味しいって時ありますからね。そういうことなんでしょう。なんかね、伝わってきますよ。このお人柄もきっといい方が作ってそうだなとか、なんかこう愛情こもってそうだななんていう風に思いますからね。
このシンプルな味をね、より美味しいよって伝えるのってなかなか難しいですもんね。ラーメンってさ、でもさ、一緒に行こうっていうのなかなかハードル高いよね。こう好きなものとかさ、いろいろ分かれるしさ、なんか美味しいんだよって思って進めたのがいまいちだったりとかするとちょっと寂しくなったりするじゃない。だから意外とね、俺一人で行っちゃうことが多いんですけどね。でそういうのが、そういう系が好きって話になったら一緒に行こうかなみたいなね、こともありますけどもね。さあ続きまして、こちらですね、宮城県のノアちゃんからいただきました。ラーメンのトッピング、飛び込みで入った某道の駅でのラーメン屋さん、どういうわけかえらく機嫌が良かった店主、サービスしてやっから。運ばれてきた熱々の味噌ラーメンにはバニラアイスがダーン。もうびっくり、恐る恐る食べてみたらそれが意外にうまい。アイスを先に食べないで麺に絡めて食うといいって、なんとも不思議な感覚でした。想像できない。まあ、バターコーンってね、味噌ラーメンにありますから、乳製品と考えればそうかってね。でまあ、あのコーヒーにさ、熱々のコーヒーをさ、バニラアイスにかけて食べたりとかはあるじゃない。そのイタリアの、いつも名前忘れちゃうおしゃれなデザート、あれも僕好きで食べるんですけど、そういう感覚だ。でもな、バニラの香りがどうなんだろうなって思いますけど、これ札幌一番の味噌ラーメンでまずちょっと実験的に一回やってみるのもありかもしんないですね。これね、家でね、ちょっとやってみた。すぐ作ろうとする俺。何でもすぐ作ろうとする。これね、この癖やめてほしい、そろそろね。さあもう一つご紹介しましょうかね。こちらですね、福岡市の熊月のねーなからいただきました。なおずみさんとラボ、大トラボ。ラーメンのトッピング、やっぱり豚骨が家で食べること一番多いので博多スタイル。紅生姜、ごま、焼き豚、からし高菜、卵、海苔は普通として、とんかつやコロッケもスープが美味しいとありです。あとは家にある野菜や加工品なんかも何でも入れちゃいます。ミニトマト、小松菜、豆苗、キノコ、ロースハム、餃子、ウインナー、からしレンコンくらい普通のしか思いつきませんでした。全然普通じゃないんですけど。いやでもね、あのラーメンにあの餃子入れたりとかするのは分かりますし、この間僕豆苗も入れてましたし、小松菜も入れました。いやミニトマトは入れたことないな。ちょっとやってみようかな。ラーメンって無限ですね、いろいろね。楽しいな。もう一つ無理やり読んじゃおうかな。大阪市のこちょこちょこちえからいただきました。このお題大好きです。ラーメンのトッピング、以前は豚の三枚肉ブロックで作った自家製チャーシュー一択でしたが、最近はちょっとヘルシー志向に、鶏むね肉で鶏チャーシューやチキンハムを作ってのっけてます。特にチキンハムはマイブームで、超簡単だし、めっちゃしっとりジューシーで、お湯を沸かすだけだから台所で汗だくにならなくて OK って書いてますね。そうですか、こっちへ。一緒ですよこれ。俺もね、鶏ハム今めちゃめちゃ流行ってます。僕のはですね、あのお湯沸かすだけだともったいないので、その沸かす間にゆで卵を作るんです。でその沸いたところに袋に入れて、その味を染み込ませたやつで鶏ハムを、その火を止めてからやるんですよ。でお湯が冷めてく間に、あのしっかり火が通って味も入っていくので、っていう簡単な、もうズボラ鶏ハム作ってるんですけど、いや、美味しいよね鶏ハムね。僕も今大好きです。ということで皆さん、たくさんのトッピングありがとうございました。お蕎麦のトッピングなんかも聞いてみたくなりましたけど、みんな立ち食いそばとか行かないのかな、女子はね、なかなかね。男子の方からのお手紙もね、よろかったら聞かせていただきたいと思います。ということで今後のお題は、美容室でさもう戻れませんでございます。メールでどしどしお待ちしております。以上、ジュージュージューシーズのコーナーでした。ということで今日はこの曲お届けしたいと思います。シングルパレットより、高橋直澄、夏色の翼、2008年日比谷野音ライブ奇跡の虹バージョン。濡れたシャツ、君の胸
る星の粒びしょ濡れの天使そのままでいいよ太陽に両手伸ばそう二人で夏色の翼に乗せて天体観測をお届けしようと思いますけどもいやー夏色の翼これ2008年ですもんね15年前になりますかなんかもうね自分の中でもすごく嬉しかったってことが残っててねでまたこうしてね CD として残ってるのがもうありがたくてね何日だっけなんて日付見たりとかであのバックインデーの写真がですねあの本当に撮影の時に一発勝負でこう本物のペンキでもう絵の具でよかったのに本物のペンキでやって一発で描いたね一発で描いて撮影したのでそれがちゃんと虹っぽく仕上がってんななんていうのも今見てもなんかキュンときますしねあの一発勝負このなんか瞬発力みたいなの昔からこうねなんかチャレンジしてきてたんだななんて思いながらねきっとね今日今多分ほっとしながらラジオ聞いてるかもしれませんけどもそんな音重ねもきっと何かあるだろうなって思いつつこのね虹にちなんだこともまたやってたり傘にしてみたりいろいろ重なってるのでそちらもね楽しみにしててほしいなと思いますしでねあの配信チケット付きの T シャツなんかも発売中だったりもしてますしねチェックしていただいてほんであの、ね、締め切りのお知らせ今週がラストでございますファイナル岩手はですね5日までのお申し込みとなっておりますのできっとねファイナルはなんかこうねしたくなるんだろうな直澄のことだからなっていうふうに思いますのでね、またたくさんのいろんな思い出重ねていきたいなというふうに思いますということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカーいかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ番組の感想リクエストメールハガキでどしどしお待ちしております。現在募集中の10シーズンのお題は美容室でさそしてもう戻れませんでございます。あ戻れなくなっちゃうこといろいろありますよね。新コーナー直澄言いたいことも言えないこんな世の中だけどには言いたくても言えないことお待ちしております。たくさんお待ちしておりますね。お便りメールの宛先です。東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ。メールアドレスはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん。メールアドレスはトラメカアットマーク zf-web.com 東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送。メールアドレスはトラメカアットマーク 1260.jp 高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってくださいね。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってあります。よろしくお願いします。ということでいよいよスタートした FC ツアー音重ねこれからの皆さんお楽しみに。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみせーのまったねオフィシャルファンクラブチビエヌ開設20周年記念イベント直澄高橋チビエヌ 20th アニバーサリー重ね重ねありがとう音重ねディナー&ライブの大宴会声を重ね重ねて素敵な時間にしようね。